やってしまいました。ボツガットシリーズ第1弾、こちらですね、縦に G2R1、ブラストより硬くて非常に優れた、ガットです。前面張りにはハードヒットするには最適です。横にレクシス、はい、レクシスもですね、前面張りにするにはナイロンでは結構究極に近い、素晴らしいガットだと思うんですけど、これを合わせて、ボールの飛びを良くしたり、こうしっかり落としていきたいと、考えて貼ったんですけども、はい、全然飛びません。いいガット同士を合わせたからといって必ずしも効果が発揮できないということを、本日私加藤が、検証しました。まあ、あくまで個人的な意見なんですけど、スイングをより速くしたい人には特に飛ばない、パターンだと思います。できれば前面レクシスか前面 G2R1 といった形で貼っていただくと、いいかと思います。以上は反省コメントでした。どうもありがとうございました。